はい、皆さんこんにちは、MG でございます。本日はですね、ちょっぴり久しぶりのにゃんこ大戦争で久しぶりのがにょーになっちゃったねということで、どうも皆さんお久しぶりでございます。 MG です。今日ですね、なんで久しぶりになっちゃったかっていうと、まあ家にいなかった家にね、帰ってこれなかったっていうことで、でさ、見てこれ来ましたよ。以前コメントで教えていただいた、やったーやっと来たねみんな。これさ、コメントで教えてくださった方、ありがとうございます。もうね、11連ガチャまでね、ちょっと待てないので、MG さん、今日はですね、この1回ガチャルっていうチケットのやつと、もう1個猫缶使って、2発引いていきたいと思います。でね、一番当たりなのが何この真っ黒クロスケみたいな。真っ黒クロスケって言い方おかしいな。この真ん中のね、ガオガオくんみたいな。ガオくんね。ガオくんが当たりらしい。なるほど。じゃあそこら辺が出たら、ラッキーだねって、一体もそういうの持ってないからね。じゃあ今日は動画の後半であれを引きますんで、じゃあぼちぼちコメント返信をしながらですね、ちょっぴりだけやって、いきましょう。もうね、めっちゃ久しぶりなんですよ。今、にゃんこ大戦争やんの。で、家に帰ってくんのも久しぶりだからね。よし、やってこ。頑張ってやって、それでもってガチャを引こう。あれね、めっちゃ引きたかったんですよ。ということで、前回のコメントですね、ちょっぴり久しぶりだね。待って、BGM 違う、やめて。でね、前回のコメント一番なんかグッドボタンありましたよっていうのが、コイカさんですね。とりあえず、登録者9000人おめでとうございますということで、ありがとうございます。もうね、にゃんこ大戦争の動画ね、にゃんこ大戦争を見るのもあるけれども、なんか MG さんと雑談するコーナーみたいになっちゃってるよね。まあいいか。うさぎはあかん、聞いてない。やばい、サイも来た。これ早めに猫サーファーを出して、いや、もう出そう。これ猫サーファー出してもう全員処理しよう。で、じゃあ次ですね、次の方、このガオーくんのですね、スペックが、体力が64600、攻撃力が3万いくつだかみたいな話をですね、書いていただきました。ありがとうございます。なんかね、白い敵にダメージ3倍で30レベルなんだって。ってことはさ、この今ワニとかさ、ヘビみたいなこの子たちに3倍与えるってさ、もう実質常に3倍みたいなもんじゃないのそれずるくない？それ最強じゃない？ということでですね、じゃあ次の方いきましょう。ガチャで猫番長で第3章が楽になりますよと。ちょっと待って待って、これご利用されてない？これまずくない？これまずくない？勝った？ちょっと待って、意外と圧勝しちゃったけん。やっぱ猫サーファーが天才すぎるな、これ。じゃあ次の方ですね。なるほど、なるほど。猫番長がね、あれですねって。ほう、ありがとうございます、かつきさん。次、バニタス X さんですね。コメント、ありがとうございます。関係ないけど、MG さんいくつ本当に関係なかったね。もうちょっと関係あるかなと思ったね。本当に関係なかった。じゃあ次の方ですね。うぽつです。かりちゃんさん。うぽつです。ありがとうございます。さらにですね、いろいろ情報をいただきました。和明さんからですね、猫ムートの攻撃力は4万から5万だよっていうコメントがあるのに対して、違うよ。レベル30で6万なんだよとかですね、いろいろコメントを書いてありました。いや、レベル30だったと8万5000だったと思います。いやいや、8万2500円ですよとかね、MG さんからすると、強いっていうことは分かりました。本当にね、なんか桁が違うんだね、強い方に行くとね。なんかね、それがね、すごく思いました。ちょっとね、違うね、世界が。あと1万か、ご利用せるでしょう。じゃあ次の方ですね。吉田誠也さん、ありがとうございます。この、さっきのガチャ、黒獣？黒い野獣？黒獣さん？黒獣はないな。黒獣ガオーさんがなんか一番当たりですよということで、ありがとうございます。じゃあ今日はね、それを狙ってっていうのはないんだけどね、念じるだけなんだし、あともうチケットも猫缶もないから一発撮りになっちゃうんだけど、引いていこうと思います。あと2章終わるまではノーマルわんこそばノーマルキャラを使った方がいいですよってことで、村山さんですね、ありがとうございます。じゃあもう一戦だけやってピャピャッといきましょう。ピャピャッとお、もう秋田県だもう秋田県か。なるほど。じゃあ次はズーズーズーさんですね。いつもコメントありがとうございます。今のところはその黒獣ガオーっていう新キャラが追加されるということは以外わからないですねといったコメントを前回の動画いただいております。ありがとうございます。なんかね、じゃあまた分かったことがあったらぜひコメント書いてもらえるととっても嬉しく思います。なるほどね。あと巨人猫はパワーアップした方がいいですよということで、さすらいのサコルさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ頑張ってパワーアップさせてこう2万5000か。なるほど、もうちょい前線厚く張ってもう一発お金アップしたら猫サーファー行こうかな。なるほどね。あとは武将シリーズに関しては織田信長が大当たりですよということで GHU さん、おいつもコメントありがとうございます。あとは何があったかなコメント。どうしよう、2500か。えっ、はっ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 、なえ、待って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 、え、なになにこれ、おかれくん、待って、勝てないんだけど勝てないんだけど、このクマタンめっちゃ強い。え、死ぬ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 、やばい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 、この火力はあかん。あとですね、レアガチャ当たりのやつは猫エステですよ。猫エステが強いのね。ありがとうございます。あ、でも猫サーファーは耐えるんだ。有能だなそれ。猫サーファーが有能すぎるな。うわっぶねえ、猫サーファー今落ちたかと思った、完全に。いけ、いやー落ちねえ、落ちろ落ちろ頼む、いけ。なんで3回もノックバックしてんじゃん。いやー、やばいやばいやばい、もうちょい壁厚く張ろう。で猫サーファーもう1体出して、キモい子出していけ、よっしゃーこれさ、猫サーファーゲーと化してるねやばいね。あと猫魔剣士最強ですって言われたんだけど、ごめん。猫魔剣士最強って本当にそんな強いん？教えて教えて。ブンブン先生は結構強いですよということでありがとうございます。ブンブン先生猫サーファーじゃ勝てない猫サーファーじゃ勝てないかな、ブンブン先生。それはきついな。あと猫ザイルレベル上げた方がいいですよということで、生姜味コーラさんですね、コメントいただきありがとうございます。なるほどなるほど。あとね、にゃんこガチャは必ずプラスがお得ですということで、いろんな方から教えていただきました。これはね、なので僕これからプラスにしてきます。じゃあとりあえずにゃんこガチャ引いて、次からレアガチャね、ぴゃこぴゃこっとね引いていこうかなと思います。あとにゃんこガチャとレアガチャ絶対なんか出たのはね、売んない方がいいですよということで、つぐさんから教えていただきました。はあ、じゃあこれもすぐに使った方がいいのかな。じゃあすぐ使うっていうのでやってみよう。シャコッと、よくわからんよくわからんな。でね、そのねプラス1とかに関しては、ちばちゃんさんがねすごい何細かいことを書いていただきました。ありがとうございます。結構ねそれに助けられました。ちゃんと読んでますよ。ああ、言ってなかったじゃあカンフンとこに行ってみよう。行ってらっしゃーい。超激励を持ってたらすっごい簡単ですよということで、たこ焼きさんからありがとうございます。ではやっていきたいと思います。これは極み猫祭り、極猫祭り、極み猫祭、極猫祭、ちょっとわかんないんですけど、超アップ。いやー来てるよこれ。みんなこれ MG さんね、なんかこういうなんかお祭りごとでね、多分なんかめっちゃ欲しいやつ引くの初めてなのかな。ということで最後のコメント返し、葵さんから、登録者9000人おめでとうございますということで、ありがとうございます。山形県民なんで動画に出てきて嬉しいということで、ありがとうございます。よし、じゃあ引こう引こう、行くぞ、頼む。何これ、やったーだてか、なんかあんま強そうやない。多分これあんま強くないな。なんか超激レアだけど多分ねあんま強くないと思います。もう一発引こう、もう一発で。なんかここにいるんだけどさ、これは何なん？じゃあ使おうせっかくだ、使おう。シャコッと。え、9800も必要なの？え、無理なんだが。そんなお金は捻出できないよ、どっからも。マジかよー。よし、じゃあレアガチャラスト一発いきましょう。お願い。さっきね、伊達政宗出て嬉しかったな。お願いしまーす。シャコッといいの出てかわいい。めっちゃかわいい子出てきた。かわいい。僕的には伊達政宗よりこの子の方が可愛くて嬉しい。かわいい。これに関してはちょっとみんなのコメント参考にしよう。これ売っていい？それとも使った方がいい？ちょっとそこら辺相談です。やったー。でも初めて、超激レアってやつがいるんで、まあ強いにしろ弱いにしろ、なんだいるのに越したことはないと思うんですよね。じゃあパワーアップ、パワーアップ、パワーアップしまくるか。いやいや、火炎。じゃあレベル5っていうことで、これをですね、パーティーに組み込んで、次回からやっていきたいと思います。はい、ということで皆さんも最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はですね、にゃんこ大戦争実況プレイしてみましたが、いかがだったでしょうか。ぜひですね、グッドボタンとチャンネル登録をいただけますと、次回の動画も頑張って投稿できますんで、ぜひよろしくお願いします。では、じゃあ皆さんまた明日お会いしましょう。バイバーイ。